はい、こんにちは。ラブ&フリーの高橋です。今日はですね、インターネット集客を成功させるためにはっていう内容のお話を少し、したいんですけれど、高橋さん、ネット集客に困ってます、どうやったらうまくいきますか、こんな内容のご質問ご相談をいただくことが非常に多いです。でそしてまずは高橋さん、何から手をつけていけばいいですかと。まあやることって確かにいっぱいあるじゃないですか。その中でこれも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 いろいろありすぎて、もう何から手をつけたらいいかわからない、こういうご相談っていうのが非常に多いですね。何から手をつけたらいいかわかんない。で僕のところにはですね、年間だ約500社弱の、会社さんがご相談にネット集客のことについてこういらっしゃったりするんですね。でそんな、中でですね、たくさんの方々のこう、社長さんたちがほとんどになってるんですけれど、ご相談の話をこう聞いていて、いつも感じることがあるんです。でそれは何かっていうと、ツールに振り回されすぎてるんじゃないかなと思うんですよ。ツール、そういう現象が起きてるんじゃないかなと僕いつも思ってるんです。でどういうことかっていうと、分かりやすいところで言ったら Facebook です。 Facebook をこうはじめとした、SNS っていうのが、今もう世の中に至る所にいろんな大型のこう、SNS ツールがあるんですけれど、その辺の便利スーパー便利ツールに振り回されすぎてるんじゃないかなと思うんですよ。でネット集客を成功させるためには、なんかそういうところじゃなくて、もっとその本質があるんですよ。でその本質を抑えていかなければいけないと思っているんです。目先の便利ツールに要は踊らされちゃいけないんじゃないかなと思っているんです。僕はいつもそう感じてるんですね。そして、そのそれぞれのこの便利ツールっていうのをこう点で振り回してもしょうがないんじゃないかなとも思ってるんです。みんなね、どこの会社の社長たちもこれはやってます、あれもやってます、これもやってます、これもやってるなみたいな話はすごく多いんですよ。すごく多い。だけどそれがね、点で動いてるんです全部。ですからその便利ツール、スーパー便利ツールを点でブンブンブン回していく前に、なんかそれをね、線にしていかなきゃいけないわけですよ。点じゃなくて、そういうふうにこう一つしていきたいなと思うんです。そして、会社とかその商品やサービスの、見せ方、そういうものをこうぶん回す前に、その見せ方っていうものもベースをやっぱりちゃんとカチッと作ってあげることもとっても大事なんじゃないかなって思ってるんです。でその便利ツールをぶん回すのは、本当にその後でもいいじゃないかっていうのがいつも考えていることなんですね。というところで、明日は今お話ししている内容のまたいつものこうミニセミナーをやりますので、ピンときた方はぜひですね、お会いしましょう。よろしくお願いします。ご参考にしてください。ありがとうございます。